さて、エルさんのジョニーが出てきますね。おお、ジョニー。ジョニーとメイはどう、無理。無理。無理。無理というお言葉いただきましたんで。さてさて、3枚目切っていくのはエルさんのジョニーですね。お、白ジョニー、かっこいい。開幕からコインを打って相手の動きを作っていく。コインに対しての垂直ジャンプをどう処理していくかがジョニーがポイント。クジダッシュ突っ込んでいくが、変わらず歩きとステップで間合いを詰めていくエルジョニー。対するラークメイは先ほどと変わらず上から行く。拍手を張って待って、ジャンハイ打って気持ちよくなっていく。エルガが2匹出たところで固めに入る。今立ち合いのカウンターからミスキャンからのコンボが若干遅かったか。ミストファイヤー、ジョダン待つ。これでレベル2エンセンがもらった。投げられてスタンプ、金バースト、ジョジョブレ使ってミサイル撃って立てるか。先ほどコンボできないって言ってましたけどね。いや、しっかり調子を取り戻してきたと思うんですよね。エース、ミストファイナー、迂闊にコインは使っていきたくない。ジャックアウトダウンさせてレベル2、ジャックアウトからかなりダメージ取りましたね。取りましたね。突撃、刺さっていく。あれ、ジョジョブレ当たるんすね。あ、そうなんだ。あれ、かっこいいね。ミサイル撃たれると逆にカウンター取られるとか、そういうこと。ミサイル撃たれる、立てて、おっ、かすて、ここはオーバースできっちり回避していく。スタンプに対してもバックステップで距離を離して対応。立ち合いからのコイン投げて歩いていく。スタンプ、スタンプ。先ほどからこの L さんのジョジョフェの打ち方というか、その対戦がすごいですね、やっぱ。そうですね。ジャンプディン、ジャンプディン。サマーソルトを2回当てていく。遠征が、黒ミートだが、スタンプ。タッチ K から、画面端 EG。金バースで効かして、ジョニー側がまだある。ゲージが 50% 溜まるまで待ちたいエルジョニー。 50% 溜まった。一発当てれば何かできる。デンジャーになってて嫌な感じがしてきた。レスティルが暴発したか。デッドングルじゃない、ネガティブ入ってかなりヤバい感じ。マイビー取って、ジョーダーだってれば今勝ったんじゃないか。マイビー使って、おー、バースト。ゲダン刺さってエルジョニーが勝っている。いや、これまだちょっと G チームかなり勢いありますね。これありますね。相当さて、ジョニーに対してロボ、メインマスロボを当てていきますね。多分かなりロボ側が辛い組み合わせなんじゃないかなと。あ、そうでもない、マジで結構立ち入るだけでやばいみたいな感じがするね。あ、本当に。スーピーガンチーム残るのがマッキーさんのディズニーだけですかね。そうっすね。さて、始めていきましょう。エルジョニー対するメイマスさんのロボですね。ピーピー、ジャンプ、D とダメージを取っていって、自分は
エーパーで永久期間でゲージを貯めていく。いつの間にかレベル3になっていくジョニー。じゃあはい、エンセンガー6回シュパ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 ってミスキャンを見せる。歩いてゲージを貯めていくジョニー。ミサイルを空中からさせてジョニーのゲージが溜まってきた。対するロボもかなりのゲージが溜まってきているが、 2K に6回が直撃してかなり痛いダメージ。ロボ界側がかなりやることが少なくなってきた。6回とりあえずキラーで突っ込んでいて画面端を押し込みましたね今。そうですね、早いですからね、反応できますね。あのムーブはなかなかね、早いですからね。しかもジャンハイ結構判定が鋭いんで。ミサイル重ねていく、吸っていくが、ここはオーバーで回避。カウンタージョジョブレで相手の攻撃を許さない。レベル2溜まってケースバーサーズド。マイクが今鼻に当たった。出しから攻撃出していく。暴れつぶしに対してもジョジョブレを使っていくので、これはきついような状況だ。レベルの上がっている状況でジョニーのコンボは当たりたくない。メイマスロボ、ここはゲージを貯めて突っ込んでいく。ミサイル3段ヒット。ジョニーはねジャンプが高いんで。おお、馬を当ててからしっかり受け身狩りの空投げで、そうですね、受け身狩りの空投げできっちりと1ラウンド取り返して、まだまだ希望を繋いでますね。足場からレベルに当てて裏ジャンプ S、 早い段階でゲージを貯めていくメイマスロボ。対する L さんのジョニーもここはきちいコンボ、声投げてキラー、着地投げマット引いて、ここはしょうがない。 2K で俺の中潰されてラスト当たる。まだまだいい感じにコンボ入って HP が五分五分の状況になってきた。エンセンが吸って殺す勝ったのがメイマスロボ。あーちょピッ2人気絶しましたね。そうだね、てかなんか知らず知らずのうちに気絶死が溜まってたんだけど出てくるのは小熊さんのジャムですね。さあジャムロボ、これなんかロボはどうなんだろうな。きついんじゃないんですかね。やっぱきついよね。さて始めていきましょう。ワンピーガーオグマジャム対するはメイマスロボ。ゲージも溜まって開幕5秒でめちゃくちゃ溜まりましたね。結構ね中段かけて KK からミサイルダスト当たる。かなりいいダメージ入りましたね。ここからなんとかしてオグマジャムは起死回生の一撃を当てていきたい。暴れガリして、ダウン落ちで殺しきれると思ったが FB100 歩に対してクーミさん当たって1ラウンド目を取るメイマスロボ。カウンター、先ほどと同じような展開になってきた。画面端に押し込んでいるのはオグマジャム。ジャンプハイに対して張飛を当てていく。かなり減った。意外とあの覚醒昇竜後のコンボ痛いですからね。そうだね。ミサイルカウンター、ここは拾えない。バーストつかすときたかったが 2K に対して100歩新章カウンターする。100歩新章、100歩新章、千里新章と受け身狩りしていきたかったがジャンハイ着地投げ
P 2杯からの6杯と、先ほどと同じようにうおジャンプ狩りで勝利打っていく。ゲーダー入って勝ったらメイマスロボ。出てくるのはプロゲーマー出たーマジで。これカズノボさんじゃないですか。井上でしょ。あ、そっかそっかそっか、間違えちゃった。そうですね、ギルティやってる時は井上ですからね。井上ですか。そうですね、井上先生ってことで。井上さん、なんで靴の家ですか。靴、水虫なんですか。あ、本当だ。さあ、さて、始めていきましょう。ワンピーが井上セーソル、対するミーマスロボ。久しぶりに見ますね、井上セーソルは。そうですね、確かに。ニケがいきなり当たって、シュタルンバイパー、反撃はきっちり入れる。前段きっちり直下からダストもガード。ジャンハイに対してスラバーミス。6回持続重ねから攻めていきたかったが、井上先生のペースになっていく。気づいたら HP が5分5分になってますね。勝負操作に対して入り込む。ジャンプを空投げで刈り飛ばしたいところだったが、ジャンハイが漏れる。ジャンハイ逃げていく。馬クーミサからロケット突っ込んでいく。ストロングバイパー、こういうところですね、井上選手の前の。おちょ、これはすごい読みが冴えますね。 2K に対して2敗でカウンター取っていく。さあ、第2ラウンド目、ストロングバイパー画面端、井上選手が押し込む形。やる気ねえのかと。やる気は十分だと思うんですけど。出そう、落ち出すからダメージ取る。いいダメージ。お互いお見合いの状況になって、押し込んでいるのはメイマスロボ。画面端ジャンプ逃げしてからしゃがみ系、一気に流れをつかみたい。先ほどと同じような光景を見た。下段の 2K に対して対策が光る。ジャンハイスライドダウン、シュトルムファイパーと。ここは意地を見せましたね。そして次は最後の一人ですね。井上セーソル対マキビゼ。さあさあ、H チーム大将H チームの意気消沈具合が対する G チームの笑顔これはやばいなんというこの対照的な。さて、始めていきましょう。井上選手の対するはマッキー・ディーズですね。フェンスで相手にガードさせながらオプションを壊していく。ここら辺の対策もすごい上手いですね。下段から下位ストルムバイパー相打ちになる。 HP リードは依然としていいのを制する。ストルムバイパー当たる。ストルムバイパーじゃない、ガンブレイズか。ストルムバイパー当てていく。バンデルリボルバード、相手の暴れをものともせずリボルバー当てていって1ラウンド目取ったのはいいのを制する。先ほどと同じ手は食わねえと。マッキー・ディーズが反撃していくが、ロック持続型でリボルバーレベル12杯暴れていく。ここはコンボミスだったが助け出したい。カウンター、いいコンボが入りそうだったが、オプション先制していく。さからダウン取って、ここからの状況が辛い。ガンブレイズ逃げていく。井上選手のペースになってしまうのか。コンボミス、あら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 。なかなか周りからの罵声がやばいですね。
ロケットエースでジャンプ抑えていく。ロケットまたしてもカウンター。ロケット多分取りにくいんでしょうね多分。お何が出た、ストロングバイパー漏れるとか。プロゲーマー勝利ってなんすか。あー FD 張ってなかったから崩れ落ちて、かなりいい形で井上選手が試合を進めている。マッキーディズがかなり辛そうな展開。ドッタングルダウンドって中段ガード、じゃあはいカウンターして PS ストルムバイパー、勝ったのは G チーム。さあこれでどちらのチームも抜き上がりました。最後の1試合やっていただきましょうか。H チームの方々本当お疲れ様でした。じゃあすいませんお待たせしました。最後の、1試合、決勝戦を行いたいと思います。今勝ちました。ロイさんのチームはそのまま 1P 側行ってください。で対する 2P 側、スピーカーの方ですね、江野さんのチーム、お願いします。おうおうおう、ここはまあねあれですね、カキシワールド発動させられるかちょっと微妙な空気ですけど、空気ですか。はい、江野さんのチーム、江野さんのチーム、全員こちらまで来てください。エノベナム、ジョニオ、ジョニー、アインカイ、神高、ジョニー、ツブアバ、レンミリア、ゴドルフィン、メイ、お残しミリアみたいな。大丈夫ですかね、全員いらっしゃいますかね。 OK ですね。今日もカメラマンのサップです。ニートの野郎さ、あいつやべえ、12時に来るとか書いてたからさ、大丈夫かなってメール送ったの。そしたら返事返ってこなくて、大丈夫かなって見に行ったら、配信だけで満ち足りるこの感覚とか言って、今から味方行かせて、やったりするよお前。ということはあった。